後に被害者となる菊池花子さん、当時75歳は、道路から離れた山奥の平屋に独身の長男と二人で暮らしていました。2022年2月9日午後5時半ごろ、二人は夕食を取り、9時半ごろまでテレビを見るなどして過ごしていました。長男は深夜勤務のため、9時35分ごろに自家用の軽トラックで家を出ます。長男の、行ってくっからに、おうと返す花子さん。 長男が最後に見たのはパジャマを着てテレビを見てくつろぐ姿でした。長男が仕事を終え自宅に帰ると、花子さんは無残な姿で横たわっていたのです。警察が到着し、現場を見ます。一見して事件性があることがわかります。ただ、争った痕跡はあるものの、室内が荒らされた様子はありませんでした。矢探しをしたわけでもないのに、花子さんのキャッシュカードがなくなっていたのです。 犯人の目的が金銭であるならば、引き出している可能性が高いとして調べていくと、衝撃の容疑者が浮上してきます。それは、花子さんの孫である鈴木啓と19歳でした。鈴木啓とは2002年に福島県にて3人兄弟の2番目として生まれます。幸せな時間は長くは続かず、小学5年生の時に両親が別居してしまいます。そして2015年に母親が子供3人を引き取る形で離婚しました。 父親は別に家庭を持っております。複雑な家庭ではありましたが、鈴木圭人は、ぐれることもなく成長してきます。小学校ではサッカークラブに入り、練習に励んでいました。中学校でも、部活動でサッカーを続けていました。中学卒業後は高校に進学せず、茨城県の自動車板金関係の会社に就職します。しかし、人間関係に悩み、1年ほどで会社を辞めて山り町に戻っております。母方の実家で母親とは別に暮らしていました。その後は 知り合いの自動車板金関係の会社で働き始めます。当時の上司だった男性が言うには、積極的に仕事をこなし、無遅刻、無欠勤だったそうです。その間、父方の祖母である、菊池花子さんと仲良くしており、運転免許の資金を援助してもらい、免許を取得しております。休みの日は花子さんに用事があるときは、車を出して送迎してあげることもありました。自動車板金の仕事をしていく中で、自身の趣味も車となっていきます。板金技術を身につけたこともあり、 2021年の夏ごろに独立を申し出て、山祭町にて建築版金業を始めます。独立して社長になって以降、生活が派手となり、ブランド品を身につけ、高級車を乗り回すようになっていきます。いくら社長になったと言っても、ただの一人親方で周囲から仕事をもらえなければ収入にもならず、経理の勉強も強いわけではありませんでした。給与は19歳でしたが、40万円をもらっておりました。一見すると成功者のように見えますが、現実は甘くなく、徐々に資金難となっていきます。 住まいは母方の実家で家賃がかかるわけではありませんでしたが、仕事道具や趣味の車などの出費を計算していなく、口座のお金もそこをつき始めます。実は2021年9月に、車の運転ができない花子さんに頼まれ、金融機関に送迎したことがありました。その時に、偶然口座の残高を知ってしまい、家に送った際に、キャッシュカードの隠し場所を目撃していたのです。お金がないときは、ばあちゃんだ、免許の援助もしてくれたし、金もたんまり持っている。 でも何か口実が必要だとして、1月20日に、交際相手を連れて花子さん宅を訪ねています。援助お願いします。彼女が妊娠したので、検査費用が必要なんです。けれども、花子さんは断っています。この話は、花子さんが、栃木県へ嫁いだ妹に電話で伝えていました。鈴木の趣味は車の改造でしたが、車が故障してしまい、修理費用も必要となります。全財産をはたいても修理費用は賄えません。さあどうしよう、ばあちゃん金持ってんじゃん。 暗証番号だって見て暗記したから問題ないし、隠し場所も知っている。夜にこっそり忍び込んで奪えばいいじゃん。おじさんだって夜勤だし、家にはばあちゃん一人だ。寝静まった頃に行けば大丈夫でしょ。指紋でばれないように手袋を購入し、車のパーツとして購入していた鉄パイプをレンタカーに積み、花子さん宅に向かいます。裏口に回り、そこから侵入します。キャッシュカードを探していたら、起きてきた花子さんに目撃され、鉄パイプでフルスイング。キャッシュカードを奪い逃走します。 このキャッシュカードを使えば、間違いなく警察にバレるだろう。でも、それまでの時間、遊べればいい。300万円全額を車の改造費や、彼女へのプレゼントに使い切ってしまいます。そして、何食わぬ顔で、花子さんの葬儀にも参列していました。結局、引き出したことで足がつき、逮捕され、残虐性から無期懲役が言い渡されました。